ナイチンゲールの有名な呼び名になりました。ナイチンゲールからいただく明かりは人々に分け隔てなく貢献する看護の心を意味します。12回生37名、水野一花、山田亜美、安藤理子、岩井さくら、
高木琴葉。有村七海。高井田青葉、はい、岩村かのん、つげりな、竹岡はるか、
一つ、私たちは確かな技術と知識を身につけ、自己研鑽に努め、日々成長していける看護師を目指します。一つ、私たちは笑顔でいることを心がけ、患者さんと家族に寄り添うことができる看護師を目指します。一つ、私たちはどんな困難にも立ち向かい、着席。学校長式辞で、美容看護専門学校対等式辞、ここに美容看護専門学校第12回生37名による対等式が行われましたことを心よりお祝い申し上げ、さて今日の対等式を迎え、12回生の皆さんはどのような思いをお持ちでしょうか。いよいよ本格的な看護学の実習に出るのだという意気込みとともに、心配や不安感も少なくないと思います。対等式を迎えるまでの間は、皆さんが改めて本当に看護の道を志す強い意志があるのか、またその資質が自分にあるのかを見つめ直す機会となっています。12回生の皆さんは入学して6ヶ月が過ぎましたが、この期間は新型コロナウイルスの感染拡大により、医療従事者には大変厳しい状況に直面していました。自らの感染の不安と恐怖にさらされながら、光の見えない中で患者に接することは、使命感がなければできません。緊張とプレッシャーとして、今回のようなリスクにさらされる環境下でも、看護師の役割を通して患者さんを守ることが使命です。このことを理解した上で、どんな看護師になりたいのか、どんな看護をしたいのか、自分の心としっかり向き合えましたか。これからも機会があるたびに自分の心と向き合い、看護職として何を担っていくのか考えてみてください。諸先輩から受け継いだ看護の精神をしっかりと胸に刻み、ナイチンゲール像からいただいたキャンドルの火の重みをしっかりと受け止め、臨時実習を通じ、皆さんがしっかりと知識を身につけ、自分でしっかりと考えることができる力を備えるようになることを期待するとともに、将来地域の方々の健康の担い手として活躍してくれるものと確信し、私の式辞といたします。着席。ここで祝電をいただいておりますので、ご披露させていただきます。本日晴れて対等式を迎えられた皆様、誠におめでとうございます。日々感染症と戦う医療関係者の方々に、多くの国民が敬意を表し、感謝の気持ちを寄せています。看護師を目指す皆様におかれましては、先輩方の後に続き、地域を支える看護師に成長されますことをお祈り申し上げます。令和2年10月30日大口町長鈴木正弘、大口町長から心のこもった祝電をいただいております。誠にありがとうございました。と続いて、在校生の皆様から花束が贈呈されました。壇上で披露させていただきます。なお、同窓会より在校生全員に聖火のコサージュを贈呈していただきました。
ありがとうございました。学生教職員起立。これをもちまして令和2年度備北看護専門学校12回生帯同式を終了いたします。正面に向かって一同礼。着席。この後集合写真を撮影させていただきます。今日は私ですか。はい。あ、よかったな。マンタ撮ってる。撮ってます。はい。そうですよ。はい、撮りますよ。はい、いいかな。はい。